般チャンネルです。今日はちょっと元ブログでトリート行ってみたいと思います。はい、今日はなぜトリートに乗ってるかと言いますとですね、ちょっと今からあるバイク屋さんに行こうと思ってるわけなんです。カッサンチャンネルのまあタレント、まあ僕たちの僕のバイクがタレントというならばですね、まあ、一人一人、まあ、うちの事務所のタレントなんですけど、ちょっと新人をですね発掘しに行こうと。また確定ちゃいますよ、また確定ちゃいますけど、ちょっとですね発掘に行こうと、もしくはトレードみたいな。そうまああとね、全然トリートもいろんな、まあ、あの時に乗ってるんですが、まあ、ちょっとたまには乗ってね、調子も見て行こうと思います。じゃあですね、ちょっとそのバイク屋さんに、到着するまでしばしお待ちください。はい、今171号線をですね尼崎方面に、移動しております。実はですね、まあ買うかどうかは別なんですけど、とりあえず見に行くだけでも見に行きたいなっていうことで、そのまあいろんなバージョン、例えばレーサーレプリカね、昭和原付ね、三輪ジャイロ、まあ、いろんなねジャンルをまああのカッサンチャンネルの紹介してるんですよ。よく言われるのがオフ車がちょっとカッサンも全然やったことないんちゃうみたいなね、オフ車面白いよってよく言われるんですよ。何が面白いのって聞いたら、いや乗りにくいところを乗って楽しいよみたいな、それ何が楽しいみたいなのが全然自分の中で分からんくて、分からんまま放置するの一番嫌なんでね、食わず嫌い乗らず嫌いはあかんなと思ってて、それでちょっとね、見に行こう思ってます。で実はここにあの KTM ってあるじゃないですか、これこの KTM も実はね、まあ本当はあの候補というか気にはなってるんですが、今日行くところはこの KTM ではありません。はい、私バイクワールドがあったとこね、懐かしいわ。はいはい、はい、ということで、私が今日目的できたのはこのバイクです。じゃーん、 XTZ125 です。フルサイズ中国ヤマハなんですけど、おお、やっぱり近くで見ると迫力がありますね。ほうほう、まあ、これの最大の特徴はもう初めからこういうアンダーガードってリアキャリア、ね、フルカウルっていうんですか、ちょっと乗ったか、これってまたがるのはあれなんですか。ちょっとまたがってみたいと思います。じゃあまた上がってみて。国車はね乗ったことないですね。めっちゃ大きい。足つきはもう普通ぐらいの。正直近くで見た感じめっちゃ星なりますね。白はこれですね。白はこれということで、エナジーモーターズさんお邪魔しました。内容はちょっとやっぱね乗れないのでわからないんですけど、まあやっぱりフルサイズであの値段でっていうと、まあなんか多分乗り出し20万ちょっとで乗れるんですね。だからなんちゃって初心者オフローダーにとってはちょうどいいかなみたいな、そんな別に真剣にねオフロードやるわけではないので、まあ、そういった意味ではいいのかななんてちょっと思ったりなんかしたり思わなかったりみたいなですね。はい、ということですね、実家の方にちょっと
見舞いに行ってきました。はい、こんな感じ。そうそうそう、もうね、抗がん剤の治療でね、丸坊主にしたっていうことですけども、なんかすごいね、写真でも見たら分かるよ、元気やったんですよね。だからちょっと僕は安心しました。ということで、まあ、あのバイクを買うかどうかはね、さておいて、まあなんか、とにかく見に行くって楽しいですよね。なんかね、考えてるうちが一番楽しいというか、まあダックスも直さなあかんしね、NSR も乗りたいし、みたいな感じで。今日はね、天気が悪かったんでね、天気良かったらもっといろんなバイク乗ってたかったんですけどね。残念。でも雨の時ジャイロ乗れるからいいよね、っていう。まあ明日とりあえずスマスイ大道芸ラストなんで頑張りたいと思います。ゴッソンチャンネル、最後にですね、このまあスポットといいましょうか、大阪のこの伊丹空港ですねが一望できるところに来ています。ちょっと不思議な現象なんですけど、僕のこの真正面のあそこだけめっちゃ光ってんすよ。なんであそこがあんなに光ってるのかよくわかんないですけど光ってるんですよね。お、飛行機入ってきました。ここね、昼来ても夜来ても夕方来てもめっちゃ楽しいんで、よかったらバイク乗ってですね、来てください。ただここパッと置いてるとですね、警察に駐禁切られるんで、車で来る人は気をつけてください。